照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。さあ、そして打席には山田が入っています。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。しっかりつないで絶好のチャンスになったので、一気に逆転まで行って試合を決めたいところですね。なるほど、そうですね。初球から思い切って振ってきました山田。よく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。変化球打った、ショートの左、抑えた、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。逆転のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。7回終わって2対1。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。